はい、おはようございます。毎日が給料日、三十万からの株式、佐々木小一郎でございます。えー、本日は、二千十九年十一月二十五日、十一時二十五分。もうじき、前場が終わろうとしております。えー、本日はですね、ちょっと朝の会議配が、えー、特別会議配があったのが、サイバーバズ七零六九ですね、うん。これが会議配入ってまして。えー 一時5050 50円5050 50円とかその辺まで行ったんでございますけれども現在5190円私は5082円で売りました、えー、2万円ちょっと儲かりましたね本日の収支があとえ a k ホールディングス6840これがちょっと低調な動きなんですけれどもまあなんとか、まあ、1000円ばかし利確いたしまして え本日の収支がですねえ2万と収支というか前日市ですね2万1,820円前日市プラスになりましたえこの調子でいけばまあなんとか資産を増やせるような感じがするんでございますけれども うんどうでしょうねやっぱあんまずっと持ってられないんですよね途中でもう利確しちゃうんですよね、うん、一時毎年毎ンしちゃったんですけどもなんとかそれはしのぎましてえプラテンで2万1820円、まあ、取りましたんで、えー、みんなの株式達人の予想、えー、これでピックアップいたしまして うん、特別会計杯9時の時点での特別会計杯を狙って利確、えー、をするっていう方法でございますね。うん、まあ、もし参考になるようでしたらまあ、自分で検証をして、えー、それから始めてみたらいいと思います。私はこの方法で、えー、ここんところもう1週間ぐらい負けておりません。えーなうん、5連勝中ぐらいですね。うんというわけでございまして、本日はこの辺で失礼をいたします。えー、毎日が。 給料日、佐々木小一郎でございました。